合気道の場合は呼吸法というのがあるんです。これ原点です。まあ、みんな呼吸して生きてるじゃないですか。その呼吸の仕方っていうものは一定じゃないですよね。動いた時、走った時、安定している時、ね、心が不安になった時、感情がいろいろいらだった時、呼吸みんな違うじゃないですか。違うっていうことは我々はその時にその時の呼吸をしているわけです。そうすると人を読むというのはその呼吸を読めるかということです。だから呼吸を合わせろというのは何かと、分かることを合わせろというわけです。その人が苛立っている時にはね、苛立っている呼吸をしている時には収まるまで待つとかね、いろいろ呼吸を読めばそういう対応の仕方があるじゃないですか。その対応の仕方ができる人を呼吸を読むことができる、人を読むことができる、その状況、状況その他流れを読むことができる、先を読むことができる、その読むことができることにおいて間違いなくこれは読むというのは理においてですよ。理において自分で自分の単なる体験の物差しの中で読んで、ああどうだどうだって言ったらこれ間違いです。理においてです。理って何ですか？これが自然の法理法則、我々が言う、ね、理というのはいい顔してるいい顔、いい顔で映るんじゃないの？これ理じゃないです。そういうものがですね、わかるんであれば、これ間違いなく対応というのは、対立しない対応というのが、これからお見せします。こうやって捕まえられた時に、常識的に言うと、しっかり捕まえた。しっかり捕まえた。こうやりますよね。でもね、こうやって動かないものが、こんなに動くんです。はい、だから人が見たら八百長というか合わせてるんじゃないのって見えるわけです。それは分からないから、できないし、この世界が分からないから、相手が合わせてただやってるんだ。そういうようにして見ることにおいて、見せる側もそれはそのようにして見せて、合気道だ合気道だって言うんだけど、これはそうじゃない、体操じゃない、指つかめて、指つかまえても同じことなんです。